バイトはちなみになんで辞めたんですか？バイトは、その髪をバチバチにしたいなと思って、で結構刈り上げとかうるさいとこで、で染めるのもダメで、なんかちょっと変わろうと思って、で覚悟が変わるかなとか、そういういいポジティブなマインドだけな理由で辞めたんですよね。けど本当はちょっと面倒くさかったっていうのは強いですね。